IFBB プロフェッショナルリーグジャパンプロモーター FWJ 会長、庄司さんです。お疲れ様でした。2日間お疲れ様でございました。どうでしたか東京プロ。初めての東京プロは面白かったですね。あ、純粋に面白かったですか。まあ、あの当然鳥とかのプロは知ってるので、うんうん、でもそこでけどやっぱうわってよかったなって、うん、なんか素直に思いました。ジャッジとしてもね今日、プロ賞、庄司さん知ってましたけれども、すごかったですねやっぱり8人で。うん、あのなんだろうな、ジャッジって残念ながら加点じゃなくて減点方式になってるんですけど、うん、だそうするとみんなやはりそれぞれの思いがあってやってるので、そこを僕らは本当に適正にジャッジできるのかっていうことはすごく悩んだし、でも、誰が一番今日輝いてるかっていうところで選んだのがやっぱ岩瀬だったんですね。それは良かった。あくまでもプロ賞上になればなるほど今日のコンディションでね全てが変わるというところですからね。やっぱジャッジも僕一番ジャッジ怖いなと思いますもん。やっぱ責任重大ですからね、本当にね。そうですね、はい、だから特に僕は日本であまりジャッジやらないので基本的に海外でやるときって、ある意味機械的に、やれる部分もあるけども、ただ日本の場合ってやっぱりその人たちのストーリーも知ってたりするので、そうするとその部分で言うと、うん、何が一番適切なのかというのはいつも考えることかなと思います、はい、いやでも庄司さん2日間お疲れ様でございました。ありがとうございました、ね、一応今日終わりですけどまだまだ我々は、リージョンのラジオ、ね、まだいっぱいありますなので、ね、毎週いろんな地方、庄司さんと一緒にね野沢も MC で行きますので皆さん、最後12月まであるんで、でも11月ねまた面白いジャパンプロがあるし、ジャパンプロ、アマチュアオリンピア、そしてジャパンプロ、各カテゴリー3人ずつ、ね、そうですね、人数で12以上出れば3人、そうですね、はい、はい、ということでまだまだ作り上げていくので、どうもしようさん、はい、ゆっくり休んでください。まあ、野沢さんも2日間よく喋って、はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。テンション TV で使わせていただきます。出演高いよ。いや、怖い。